like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time.I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. エリスはスタッフオフィスの先のキャビンにいる。問題発生時、ブラックタスクはエリスを避難させるはずだ。その問題を起こす。はい、皆さんこんばんは。それではね、本日もディビジョン2を楽しんでいきたいなと思います。いや皆さん、私の茶番にね、お付き合いくださいまして本当にねありがとうございます。本日はね、まあ、私の大好きなね、ランボーになりきってねプレイしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひね最後まで見てってください。やっぱランボーといえばね、M60 じゃないでしょうか。 M60 ちょっとね M60 がなかったんで、良いのがね、なかったんでグッドタイム持ってきました。グッドタイム、まあ、リロードがクリティカルヒットごとに速くなるっていうやつですね。まあ、ちょうどいいのかなと思いまして、まあ、持ってきました。うん、まあ、ランボーといえば M60 をね、まあ、片手で、持って、まあ、M60 の弾倉ベルトっていうんですが、まあ、弾倉ベルトをもう一つの、ね、片手で、まあ、ぐるぐる巻きにして、で叫びながら撃つっていうのが、まあ、私の中でね、非常に強い印象があります。よっこいしょ。さあ、うちは黒っ、うわーって言いながらね、うわーって言いながら打ちまくる。これがランボーじゃないでしょうか。あ、シャッター。でサブウェポンに AK ですね、 AK、うん、を持ってきました。まあ、ランボーといえばゲリラ戦が結構多いですよね。まあ、そのゲリラが持っているような武器がこの AK ですよね。うん、まあ、ランボをこれ拾いながらね、よく戦ってましたね。敵の銃を奪いながら、うん、さあ AK に切り替えて、さあ来い、さあ来い。うん、まだ出てくるか。どこだ。オッケーオッケー。でやっぱランボーといえば最大の魅力はやっぱこれですよね、このボーガン。うん、まあ、ランボーは弓は使ってましたよね。よっこいしょっと。ということなんで、シグネチャーウェポンには、ボーガンの方を持ってきました。うん、で、装備の方が、それと同様にね、まあ、ギアセット。ギア装備の、スピ
ピアーティップを持ってきました。スピアティップ、シグネチャーウェポンが、まあ、強化されるやつですよね。うん、まあ、それとメメント、バックにメメントを持ってきております。まあ、これでね、本日は、まあ、裏切り者のエビス大統領をね、逮捕しに行きたいという任務を受けたので、大佐からね、まあ、ミッションを達成しに、していきたいなと思います。Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.It's so beautiful, you and me. We're meant to be. 勝負だ、私と勝負だ。皆さんはランボーという映画をご存知でしょうか。うん、私はね、まあ、どっちかというとね、今閉めています。まあ、1っていうよりも、閉まりました。まあ、2、3。くそ、中に入れないな。の印象が強いですね、私は。うん、よくね、まあ、ロードショー、テレビのロードショーで放送されてましたね。あいつが邪魔だね。こういう時はね、これですよね。私の子供の頃は、まあ、シュワちゃん派か、まあ、こういうランボー派かで分かれてましたね。でもちろん私はランボー派だったんですが、ランボーナイフっていうのが、まあ、流行っておったんです。流行ってはないですね、まあ、私の中ではね、まあ、流行っていたんですが、あのランボーナイフっていうのがね、非常に優秀なナイフで、まあ、刃の、まあ、裏側っていうの、まあ、背の方にノコギリみたいなのがついてるんですよね。でさらにすごいのが持ち手んとこですよね。持ち手んとこ、はい、持ち手のとこに救急キット、まあ、針とか糸とか、まあ、傷を負った時にね、まあ、その傷口を、まあ、縫い合わせるというか、うん、まあ、針と糸がその中に入ってるんですよね。でそのナイフがね、私めちゃくちゃ憧れてました。まあ、子供の頃だったんでね、まあ、ナイフは、ね、持つことも買うこともできなかったんですが、どこだ、あ、こいつらか。まずいか、少し下がろう。ちょっとゆっくりね、進めていきたいと思います。よっこショット、うわーって言いながら、さあ回復入れて、このボウガンが結構私難しいんですよ。危ない危ない危ない。速やかな医療処置が必要です。さすがに回復が必要か。
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. ここが最後のステージですね、エリス大統領の逃亡を阻止する、阻止していきましょう。あれやった、すごい。さあ撃っていこう。さあ少し離れながら行きましょうか、ここで死ぬわけにはいかない。そんなとこにそんなものを置くんじゃない。 OK OK。 よし、行けるぞ。その距離で外す。いや難しいっす、マジで難しい。最後まで引かなあかんのかな。結構あの距離で外すことがめっちゃ多いっす、私。おっとここまで来たか。まずいな、ここ隠れるとこないのか。ガルベストン、そんなところに隠れてるの？貴様らとは一度じっくり戦ってみたかったんだよ。がっかりさせるんじゃねえぞ。さあ回り込んで。こんなところに隠れているのか、お前は。
さあボーガン使っていきます。うん、外してか。いや、なかなか熱い戦いが久しぶりだ、こんな熱い戦いが。どこにいる？メディックがいるね、どっかに。あ、ガルベストンメディックなのか。どうやらドリで。オッケーオッケー。で助けてるわけか。なるほど。ここはまずい。なんだよ、容赦ねえ野郎だな。容赦ねえ野郎だな。うん、外した。ああしまった。ん、なんだ。まだ生きてたが。あとはガルベストン一人ですね。また機械出してるんですか。はい、この手の作戦に強い。だが現場は制圧できた。後始末の隙を与えなかったから有用な情報が大量にあるはずだ。はい、無事クリアしました。まあ、ガルベストン、最後、ボーガンで倒したかったんですが、忘れてましたね。ついつい夢中になって倒してしまいました。ということなんで、本日はね、まあ、ランボーになりきって、私の夢であったね、ランボーになりきって、プレイさせていただきました。いやー、最後までね、私の茶番に、お付き合いくださって本当にありがとうございます。いやー、ディビジョンってね、本当にいいものですよね。はい、それではお疲れ様でした。Like a bird on a treeI'm just sitting here. I got time.